私は髪一本一本に癖が強くて、もうどこ行ってもこうまとまらない、自分でまとめられない。そのお店に行ってスタイリングしてもらった時はいいんだけども、いざ家に帰って自分でやってみてもそうならない。でもここに来だしても1回目で、あ、いけるんじゃないと、それで通い続けてます。今はこの長さですけども、それこそすごいショートにしたこともあったんですね。でショートにした時も、まあ、どうやるのかな、自分でどうやってこう毎日したらいいのかなっていうことも丁寧に教えてもらったりして、あとドライヤーの当て方とかもう全部位置から教えてもらって、癖も根元からある癖がこうパッとこう良くなりますね。それも1回は動画で撮ってもらって、毎朝それを見ながらやってました。スタイリングのやり方をきちっと教えてもらえるってことですね。すごい短い時もちゃんと自分でできたし、この今伸ばしている段階なんですけども、この中途半端な長さでもこうやってああやってといろいろ教えていただいてまとめられるとこです。